イプソスの戦いの後の紀元前301年、プトレマイオス一世、カッサンドロスリシマコスセレウコス一世、エピロスホカカルタ語共和制ローマッショギリシア、植民地ディアドコイ戦争、または後継者戦争とは、アレクサンドロス大王旧世後、その配下の将軍たちが、大王の後継者の座をめぐって繰り広げた戦争のことである。 アレクサンドロス大王死去直後の紀元前323年から紀元前281年のコルペディオンの戦いの勝利によりセレウコス朝シリアが一時的に覇権を確立するまでの実に40年に及んだ紀元前323年6月アレクサンドロス大王はついに後継者を明示することなくバビロンで死去したが支配権を維持または継承することになっている シケリアのディオドロスの歴史総書18巻の3節、クイントスクルティウスルフスのアレクサンドロス大王伝10巻の重賞、ディオドロス資料と異なる部分ユニアヌス、ユスティヌス小緑のポンペイウス・トログス著、フィリッポス史13巻の4節、ディオドロス資料にはない部分、ディオドロス資料と異なる部分期限百322年、ギリシアでは大王の死を契気に当てないなどで反マケドニアを掲げる。 反乱が発生し、これを鎮圧すべく出動したアンティパトロスが敗北するという出来事が生じていた。敗れたアンティパトロスはテッサリア地方のラミアに牢上したが、レオンナトスが救援に小アジアからと買い、自らは戦死するもラミアの海外恋に成功した。アンティパトロスは小アジアにいたクラテロスにも救援を求め、これに応じたクラテロスは途中アテネの艦隊を撃破し、 さらに紀元前322年のクランノンの戦いで、アンティパトロスと共にギリシア軍を破った。この後アンティパトロスはアテネに入場し、反マケドニア派を粛清、追放した。なおこの戦役はアンティパトロスが牢上した地名から、ラミア戦争と呼ばれている。同時期、エウメネスが大主に任じられたカッパドキアとパフラゴニアは、その時まだマケドニアの勢力下になかったために、 彼は隣接する小アジア中部の大主である、アンティゴノスとレオンナトスに協力を求めたが、アンティゴノスからは拒絶され、レオンナトスからも、ラミア戦争への出兵を理由に断られてしまう。やむなく、エウメネースは、ペルディッカスから援軍を得て、遠征を成功させた。権力の安定を求めていたペルディッカスは、当初アンティパトロスとの連携を狙いその娘、ニカイアとの婚約を取り付けていたが、 それを知ったアレクサンドロス大王の母オリンピアスが彼に自分の娘、すなわち大王の妹クレオパトラとの結婚を進めてきた。これに見せられたペルディッカスはひとまずニカイアと結婚するが即座に離婚してクレオパトラと結婚することを計画した。このことを知ったアンティパトロスは激怒し、またペルディッカスの権力が強化されることに脅威を感じ始め、 両将のクラテロスやプトレマイオスと共に、ペルディッカスとの対決姿勢を明確に表し始めた。紀元前321年、ペルディッカスは、アンティパトロス派のうち、プトレマイオスの打倒を目指し、両王を放じて、エジプトに遠征を開始した。一方で、コアジア遠征に協力して、以降友好関係にあったエウメネスには、警戒を呼びかけた。対する、アンティパトロスは軍勢を二分し、 自身の軍はエジプトへ赴き、クラテロスの軍勢は小アジアへ送って、エウメネスを攻撃させた。エジプトへ進撃したペルディッカスだったが、ナイル川で足止めされた結果機下の軍勢から一斉に不満が噴出し、将軍セレウコスラによって暗殺されてしまう。皮肉なことにこの2日後、小アジアでは、エウメネスがクラテロスに勝利することになる。最高権力者ペルディカスが死んだため、 今後のマケドニアの体制を決定するための会議がシリアの都市トリパラディソスで再度開かれた。会議ではアンティパトロス主導の下で地位と大首領の再編が行われ、同時にエウメネスをはじめとするペルディッカス派はマケドニア王国の敵として討伐が決定され、その任には軍の最高司令官に任命されたアンティゴノスが当たった。アンティゴノスは エウメネスをオルキュニアの戦いで破ったアトのラに包囲し、ついで紀元前319年のクレトポリスの戦いでペルディッカスの弟、アルケタスを破って自殺に追い込んだ。しかし直後にアンティパトロスが病没したことで事態は一変する。アンティパトロスは息子のカッサンドロスが未だ弱年であるという理由からマケドニア王の後見人役を フラテロスの副官だったポリュペルコンに譲ったが、これに不満を持つカスサンドロスが、アンティゴノスらと共に、ポリュペルコンと相対する姿勢を見せた。劣勢に立たされたポリュペルコンは、その打開のために、エウメネスを支援し、包囲を抜け出したエウメネスは、メソポタミア地方で軍を再編し、紀元前317年のパラエタケネの戦いにて、アンティゴノスとの決戦に及んだが双方を引き分けに、 終わった。翌紀元前316年のガビエネの戦いで、エウメネスは敗れたが、敗北自体はそう致命的ではなかった。しかし、味方の裏切りによって彼はアンティゴノスに引き渡され、処刑された。エウメネスに勝利したことで、彼の医療や、配下の大使たちを配下に加えたアンティゴノスは、小アジアから東方にかけての広大な地域を制圧し、 さらに裏切りの兆候を示したメディア大ュペートンを素早く滅ぼし、名声、実力ともディアドコイの中で突出した存在になっていった。大王の家族はペルディッカスの死後アンティパトロスによってマケドニア本国に戻されていた。そのアンティパトロスの死後、ポリペルコンとカッサンドロスが対立したことは前述の通りだが、紀元前317年にポリペルコンが ペロポネソス半島へと遠征したルスに、フィリッポス三世の妻エウリュリケ二世がクーデターを起こし、カッサンドロスと結んだ。これに対して、ポルペルコンに同行していたオリュンピアスがマケドニアに戻り、クーデターを沈め、フィリッポス三世とエウリュリケ、およびその友党を粛清した。しかしポルペルコン派を破ったカッサンドロスが、ペロポネソスから戻るとオリュンピアスは孤立し、翌紀元前316年に、 カッサンドロスに降伏、処刑された。これによって、大王の子アレクサンドロス四世はその母ロクサネと共にカッサンドロスの保護下に入ることになった。小アジアからシリアメソポタミア北部にかけてを支配したアンティゴノスだったが、その勢力があまりに強大であったために、他のディアドコイとの対立が激化した。紀元前百十五年、バビロンのセレウコスがアンティゴノスを恐れて、 エジプトに逃れたことから、事態は表面化し、アンティゴノスはギリシアに渡るための船を得るために、シリアに侵攻した。これにより、プトレマイオスとの先端が開かれ、翌年には、カッサンドロスの支配するギリシアに上陸し、エーゲ海の諸島とペロポネソス半島の大半を制した。一方、プトレマイオスはシリアに侵攻。ガザで、アンティゴノスの息子デメトリオスの軍を破った。 この法を受けてアンティゴノスはギリシアからシリアに移動し、プトレマイオスと対峙した。詳細は、バビロニア戦争を参照、プトレマイオスの支援を受けたセレウコスがバビロンに復帰したため、アンティゴノスは、セレウコス以外のディアドコイと講和し、セレウコスを攻撃した。しかし、セレウコスは、 アンティゴノス側のニカノルをティグリス下半で奇襲し対象するなど、アンティゴノスのバビロン攻撃を頓挫させた。マケドニア王家を掌握したカッサンドロスは、大王の妹テッサロニ家と結婚していたが、紀元前310年に、ロクサネとアレクサンドロス4世を暗殺した。いずれもマケドニア王位を狙っていたためと言われている。また冷落していたポリペルコンが、アンティゴノスの支援を受けて、 大王の諸子ヘラクレスと共に、マケドニア入りを目指していたが、カッサンドロスは、ポルペルコンにワイロを送りつつ解き伏せ、ヘラクレスとその母を殺させた。これによって、大王直系の有力後継者が死亡しただけでなく、王い継承権を持つのは、カッサンドロスのみという状況になった。アンティゴノスがセレウコスと退治する間にプトレマヨスは、キプロス島からキリキア、 さらにはギリシアへと進出した。プトレマイオスの勢力の慎重に対してアンティゴノスはデメトリオスをギリシアに送り込み、その軍は紀元前306年にサラミス海戦でプトレマイオスを破った。この敗戦でプトレマイオスはエジプトに撤退した。昇法を受けたアンティゴノスは自身をマケドニア王であると宣言し、またデメトリオスを共同統治者とした。 さらにアンティゴノスはエジプトを攻撃したがこれは失敗し、プトレマイオスは翌年王位につくことを宣言した。カッサンドロス、セレウコス、リュシマコスもそれに倣って王を称した。その後ロードス法位戦の後デメトリオスがギリシャでカッサンドロスに対して優勢に戦いを進め、紀元前302年にはアンティゴノスは自身を名詞とするヘラス同盟をギリシアで結成した。 追い詰められたカッサンドロスは、講和を求めたが、無条件降伏を求められたために、プトレマイオスやトラキアのリュシマコス、さらにセレウコスらに、対、アンティゴノスの戦いを呼びかけた。紀元前301年、アンティゴノスとデメトリオスは、フルギアのイプソスでセレウコスとリュシマコスの連合軍と対戦したが、この戦いでアンティゴノスは戦死し、デメトリオスも敗走するなど大敗を起死した。 これによって、アンティゴノスの王国は勝者たちによって分割され、シリア、バビロニア、イラン高原、小アジア東部を支配する、セレウコスアサ、キプロス、エジプトを支配する、プトレマイオスアサ、マケドニア本国を支配する、アンティパトロスアサ、トラキアと、コアジア西部を支配する、リュシマコスアサが成立した。セレウコスやプトレマイオスの王朝に比して、 マケドニアのカッサンドロスの王朝は長続きせず、カッサンドロスの死後の多い継承を争いに乗じて、マケドニアに帰り咲いたデメトリオスが王位を奪い、さらに、デメトリオスが、リュシマコスと、新たに、ディアドコイ戦争に参戦する形となった、エピロス王ピロスに追放されるなど混乱が続くことになる。ディアドコイ戦争最後の戦いは、紀元前281年のコルペディオンの、 戦いである。この戦いでセレウコスは、リュシマコスを廃止させ、プトレマイオス朝の支配するエジプトを除く、アレクサンドロス帝国の大部分を勢力下に置くまでとなった。しかし、この戦いからすぐにセレウコスは、プトレマイオスの子、ケラウノスに暗殺された。これにより、ディアドコイの第一世代は死に絶え、戦争は一つの区切りを迎えたと言える。とはいえ、 諸国の戦いが全く終わったといえば、そうではなく、マケドニアで、ピロスとアンティゴノス二世が、マケドニア王位をかけて、戦ったり、プトレマヨス朝とセレウコス朝が、南部シリアを奪い合ったり、紀元前261年に、クレモニデス戦争で、アンティゴノス朝とプトレマヨス朝が戦ったように、ディアドコイの子孫たちは、ローマに吸収されるまで戦争を続けた。一時資料として、 序述の18の断片が現存しているカルディアのヒエロニモスに書かれた後継写真やバビロニアで発掘されたアッカド語設計文字タブレットに書かれたディアドコイ年代記、ディアドコイ年代記、人文論級ボリューム47ナンバー4998年が残存している。ありがとうございます。